その願い、この宿が確かに聞き届けた。悲願の声が聞こえるのか。もしもし警察ですか？あの、自分のこと神とかいうジャージの変な男が。待て、俺は正真正銘八百万の神の一人、宿神だ。人が息づく死願とその対となる悲願、いわばお前はその二つの狭間にいる人間になった。ヤトさんは神様なんでしょ？助けて。はい、デリバリーごとのヤトでございます。夢ではない、そうでもない、まだ足りない、もしもの時現れてるジャスモンで当たりと思ったら